おっと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 。おはようございます、高田のババ健生みかとです。はい、というわけで、はい、ニジマス、ニジマス大会ですね、ニジマスターズということで、ですけども、じゃあやってって大丈夫かな、やっていきますか。いいですね。じゃあ今日ね、10人参加ということで、0回戦北斗リコ対ケニシー行きましょうか。開幕戦です、北斗リコケニシー、どっちでもいい。北斗リコはこのゲーム初プレイ、やったことない。北斗リコ初めて、初プレイ。ああ、分かんないって、分かんない。ケニシーさんやっちゃっていいんですよこれ国際問題発生という。はい、じゃあ忍者マスターズ大会始めたいと思います。いきましょう。じゃあ鳳凰対サスケ、はい、サスケが、北斗リコ、はい、いやー、というわけで、やっぱり呼びますか、呼びますか、ユッキーショー、シンコさん。それよりゴムさんの方がゴムさん、隣のダイビー今しょがりに勤しんでるんで。ああ、じゃあしょうがない、しょうがないですね。え、何、真面目な話で、まあこれね、ほぼためキャラなんで、ちょっと一度かぶせられると結構辛いんですけどね。ほんとにほぼ覚えましたね。覚えましたね、今さすが。クレジットコンビネーション、やる。お、何これ、勝利レッパーからのこれ闇コンボってやつ、やる。ゲージがある時だけ使える特殊な、まあ、チェーンコンボ、キャラごとにルートが、このゲームチェーンコンボ全部違うんで、結構覚えなきゃいけないんですよね、このキャラごと。あ、そうね、違うね、それがね、ちょっとね。あ、ケイさんも初めてだったんだ。そうそう、なんだ、あ、童貞対決だったんですね、これ。そう、今日初めてやって、そう、ほう、俺に聞いてちょこちょこ練習したんですよ。そうですね、北斗リコもさっきサスケの基本的なコンボ教えてください、まずそのキャラやめた方がいいって2人に言われるっていうことも、まあ主人公なん で波動拳と勝利拳もあるんですけど、こいつのライバルキャラのカムイの方が、まあ、波動勝利やる分には全然いい。あ、そうですね、使いやすさの面でもね、そういうと、まあ、サスケよりは、まあ、カムイかランマルが波動勝利は使いやすいかなと。お、できる、あ、瞬殺レッカ、あれ昇竜拳シーナーと波動拳の追加入力でヒット数が増えるっていう。やるやる、これしっかり覚えてますね。あ、でも知ってるな。お、めくりからは、あ、これ中段が途中に入りましたね。このゲームその忍者コンボの途中に中段とか下段とかが結構入り乱れるんで、自分だけじゃなくて相手の連携もちょっとある程度知らないと、どこで立ってていいか、ね、しゃがんでいいかがわからないっていう。お、でも7番ならやっぱ初めて同士で割といい勝負ですね、今のところ。いいね、これね、非常にいい大会。ちょっと鳳凰の方が、まあ、タメキャラっていうこともあって、割と殺しきるコンボとかが難しい感じ。ああ、なるほど、組み込むのが難しいんだ。まあ、あとはめくり性能とかも、鳳凰ってジャンプ、弱キックがめくり性能高いんですけど、まあ、地上につなげづらいとか、はいはいはい、ああ、めくっといてつなげづらいか。サスケなんかはジャンプ強キックでめくれるから、まあ、地上にもつなぎやすいし、ちょっとタメキャラでもないからコンボも、まあ、高めと。なるほど。お、武器出してますね、まあ、ちゃんと覚えてれば使いやすそうだね、じゃあ、ね、そうですね、これは。お、なんか、あ、何、あ、これ強いんじゃないかなって、ちょっとあれですね、こうホントにこの野生の感が、これまさかいける技じゃないかなみたいな。結構ガードさせてユニの技もこのゲーム多いんで、あと今散々出してる空中竜巻キックの、まあ、お、これはコンボ入ったか。これは、あー、決めた、最後まで瞬殺劣化まで決める。制したのはケニシー、おめでとう。まあ、ケニシーさん昼から練習したね、さっき来たばっかの。あ、さすがですね、北斗リコさんとはちょっとみたいな。そしてクジャク王ということで、じゃあ次、フェアの追っかけいましたね、フェアの追っかけ。そして光線レオ、フェアの追っかけ対光線レオ。あ、フェアの追っかけ光線レオ、これランマル同キャラ対決ですか。そうです、え、ランマル出せるか聞いてますよ、大丈夫です。だから何遍も言わせんの、自分の使うキャラぐらい出せるようになってから選べ。ちなみにランマルと信長が要は隠れキャラなんですけど、これ 1P か 2P かで、その隠れキャラを出すコマンドが違う。あ、マジで。そう、あ、そうなんだ。 1P はサスケからスタートしてなんですけど、まあ、はいはいはい、2P はカムイからスタートしてっていうコマンドなんで、結構それで間違えちゃう時はあるかも。なるほどね。あ、ちなみに間違えてもボタンを最後に押すんですけど、キャラを決定するボタンじゃないから、ミスっても一応やり直しが、まあ、できる。はいはいはい、なるほどねっていうのがあるんですけど、このゲームボタン配置がサムライスピリッツと同じで、まあ、あ、出た出た、あれだよ、よかったよかった。さあ、ランマル、これ結構立ち回りどうするかな。こいつ昇竜拳と波動拳が当然あるんですけど、剣を持ってると昇竜拳がないっていう。ああ、そう、武器なくなると昇竜が強いんだよね。そう、ただまあ遠距離強パンチがすごい上に強いんで、まあ、かぶせられない限りは別にスレじゃなくても耐久は
全然あるんですけど、色がちゃんと似てるな。しかもこれワンピー側が構成の、ツーピー側がフェアの追っかけなんですけど、ね、今日炎天下で飲んできたはずのですね、追っかけはもう、あ、これ武器が飛んだらピヨルっていう、まあなるほど、そうですね、武器が飛ぶとまあピヨルっていうのはちょっと分かりやすいところなんで覚えておきたいです。あ、しっかり追撃できるの、あれだけでも結構減るね、結構空中で追撃できる部分が多いんで、これ武器閉まってるな、ツーピー側。そうですね、フェアのおかげさんは、あ、これ、今の、光線レオ、光線レオくん、あ、中段から繋がるやつだ。そうですね、猶予が短いけど、側転っていうか横に回転する蹴りが、まあ、中段で、しゃがみヒットするとよろけるっていう素晴らしい性能を、ノブさんがチキンがやってた気がするな、あれ。そう、このゲーム、まあ、大体のキャラが前とか、前ジャックパンか前ジャックキックで中段が出て、しゃがみヒットすると絶対よろけて追撃が入ってしまうので、あ、なるほどね、まあ、それがかなり辛いところ、非常にいい技ですね。そうですね、リーチが長い中段を持ってるキャラなんかは、まあ、かなりそういうところでは優遇されてるかな。どう、勝利、あれが勝利なんですね、ちょっと分かりづらいけど、まあ、でも、最初、これは鉄板ですね、さすがフェアの追っかけをしてるだけは。フェアでしたね、追っかけか。よし、じゃあ戻って1回戦やりますか。やってっちゃうか、上から順に。じゃあ周平対 K2C、 K2C さんちょっと連戦気味ですけどお願いします。さあこれは、あと周平さんも最近ちょっと結構やってくれてて、まあ僕やモブさんに聞いて鳳凰、ね、練習してるんですけど、これはまた珍しく鳳凰同キャラですね。鳳凰同キャラ、同キャラが多い。さあ行きましょう。ワンピー側が周平、ツーピー側ケニシ。さあどちらが本物のクジャク王か。勝負。なんかすごい鼻にこう指当て挑発してるみたいなのあるけどね。あ、ちなみにこのゲームその武器あり武器なしが要はあるんですけど、なんかキャラによって最初武器持ってるキャラと武器持ってないキャラがいるという、ね。ああそうなんだ。なんでか知らないけど、王は最初持ってるタイプですね。あの6個所かなんか持ってるんだよね。そうですね。こいつはちょっと武器がパッと見目立たないんで。そうね。くるくる回してるところですね。あんまりリーチが伸びるようには見えないんですけど、実際本当にクジャクオとしてなんかオーラブレードみたいな使い方ができるんで、なんか結構長くなるんですよ。やっぱね、もう6個所でもオーラブレードっていうのは定番ですから、ね、こいつそうなんかタメキャラだから耐久もサマーなんですよね。でも武器を持ってるとこの今出してるしゃがみ強パンチ、あ、これなんか耐久強そうだ。これが早めに出しておくと結構耐久になるんで、まあ、武器ありの方が鳳凰はどっちかというと立ち回りが強くなるキャラかな。なるほどね、守りも結構硬いと。そうですね、今サマソンなんです。あ、今のちなみに ES 版の必須 EX 版っていうんですかね、見方だ。はいはい、ゲージを使っていくのか。ゲージが俺、いや、これゲージ使わないんですよ。使わないの。ゲージがマックスになってれば何発でも撃てるっていうのがこのゲームの EX 必殺技なんで。なんかあの白い球が黄色くなってるのをいっぱいやってたら、そうですね、これですね。まあ、ただあの EX 技ってまあ当然だから EX 技でのジャック強ってないんで、あのまあ弾速の遅いジャックとまあ普通に強い強とまあ EX をまあちゃんと混ぜて使わないと、あ、なるほどね、EX 一辺とっていいわけではないというか。ちょっと危ない危ない、そうめくりがああいうところで方をちょっと取りづらいんでね。ああ、それでジャックキックじゃないとめくれないっていうところ。そうですね、あれがちょっとそう飛び込み裏気味に飛んじゃうとなかなか、あ、今決めれたかな。ちなみにあの飛び道具下段ですね。あ、下段下がってるのが高い。下のは周平。周平やり込みが出たか。じゃあ次俺とイデア。はい、イデア信号でクジャク王勝負。クジャク王はあれなんです、不動明伝霊っていうすごい漫画があって、まあこれいいかこの話は。さあ行きましょうか。ワンピー側がイデアのカスミですね。シンゴの、ツーピー側シンゴのサスケ行きましょう。カスミ、こんばんは。こんばんは。ボムさん今度あの、はい、イクラ乗せ放題食べ行こうね。それもう、そう誘ってる時点で多分殺人未遂。そうなの、はい、そういう意図は全くなかったんだけど、はい、あの逮捕します。はい、通風警察、通風警察ポリスが逮捕されるんで。で、今画面では、あ、今死んだって聞こえたけど、あ、怪しかったね。死んでた、実際は死んでましたね。いわゆるかすみちゃんっていうキャラがこれ、うん、残影剣持ってるんですけど、いいキャラ。当たってもあれ当たったら即死なんですよね。残影剣当たったら即死、即死。大丈夫なのそのゲーム。大丈夫じゃないで、追加入力が2回あるんで、ガオされてもちょっとお茶を濁せる。あ、劣化剣タイプのね。あ、それでそうだ、なんか途中で止めてエーパーできるんだって。そうです、そうです。で、その2回目まで当たってもエーパーできるんで、お茶を濁したもう一発が当たったらそれでも死にます。
劣化剣がエーパーになるフェイロンだ。そうそうそう、大丈夫なのそのキャラ。でそれしゃがみジャッパンからこれ入っちゃうんですけど、終わってるね。しゃがみジャッパンがさらに終わってて、おしゃがみジャッパンガードされるじゃないですか、うん、何発か刻むじゃないですか、うん、3発ぐらい、まあ刻むね。でダッシュしてしゃがみジャッパンやると、あ、いいよいいよ、なんですよ。お今元気出てましたね。元気が出る。ダッシュしゃがみジャックパンからダッシュしゃがみジャックパンがレンガなんですよ。で中段を持ってるんですけど、うん、気分で途中で中段やって、うん、当たったら大栄拳から死ぬんですよ、ね。今のちょっと惜しかったあれ気分の蹴りだね。そうですそうですそうです。だいぶいいキャラだね。だいぶいいキャラなんですよこれ。でそのジャンプジャッキックが、あ、ジャンプ強 D か、ジャンプ強キックですね。ものすげえ下に強くて、あーなるほどね、対空一方的に潰すこともあったりとか。完全な愛されキャラだそれは。そうですね。さあそれをイデアが使っているか。さあ中段、気分の中段からの足のここは負けるわけにいかないのか。やれんのか。プレッシャーがありすぎてこれ当たったら死んで。そうだね、これはかなりじゃあキャラ的にも使いやすく強いという感じ。強いですね。ここからまだ全然分かんないからね。ただ時間が若干ないか。あ、まあ10秒。さあじっくりと立ち回るシーンはこれは捉えられないか。まだ分からないが削って追いつけないかったのは信号。いやー接戦、危ない危ない危なかった。事故ジャンプにも事故ってましたけど、なんとか手堅くいきましたね。お、いい。じゃあ次ボム、ボムそれがし、わーはーい、ボムがし。さあ、いや慎吾さん、いやひよったひよった。いやさすがにね、かすみちゃんはちょっとプレッシャーが、かすみちゃんすごいね、ジャンプ攻撃もかなり強いんで、勝利をミスった瞬間死が見えるっていう。あーやばいよね、ちょっとやばいんですけど。何刺さっても死ぬみたいな話だったもん、さっきボムさんの話ですけど。そうですね、残影剣が当たったら死んで、終わってるね。中段が当たると死んで、うん、で飛びが通ると死ぬんですよ。大変だね。ちょっとね、なかなかきつい。ボムさんキャラ書いてないんですけど、今日何で出るのかな。あ、一応ボムさんメインはね、噂によるとメイン信長って話なんだよ。いや、あの違ったっけ、ガチでやるときはランマルらしい。あ、そうですね。なんか昔ボムさんの対決イベントでケロキチさんが忍者マスターズを選んだことがあったらしい。あったね、あったあった。で、そしたら信長じゃなくて、うん、なんかランマルで、ランマルだったの。あれ違うんだと覚えあるの、その時。でケロキチさんがなんかランマルを選んだ時点でケロキチさんがガチ切れっていう話は聞いた。知恵じゃねえか、さ、雲仙をそのまま殺すっていうのあるですね。だったら信長は何が弱点かって言ったら体がでかいんですよね。でかいね、これ露骨にもでかいね。まあ、であとこいつ今もう剣持ってますけど、これ武器なし状態なんですよ。こいつもう一個なんか覇王の剣みたいなの持ってて、それが武器なし状態。一刀流になるの。そうですね。一応昇竜剣があるんですけど、こいつの昇竜そんなに判定が強くないんですね。なのでかすみちゃんがジャンプ強キックで飛び回ると結構それだけ強い。あ、目押しができるかな。あ、若干目押しが、まあ対するこれそれが式の使ってるね、このかすみちゃん先ほど言った通りの。そうですね、まあ何が当たっても死ぬし、いや本当にね。でまた突進技なんですけどね、波動拳 A のやつが、まあ、はいはいはい、ガードされて問題ないんですよ、一応確判がないので、まあ逆に確ができないこともない。あ、そうですね、このゲームゲージが溜まってるとマックス発動ができるんですけど、あれ、はいはいはい、まあ無敵で切り返す技に使えるのと、あと、うん、ピオリチが回復するんですよね。ああ、なるほど。だからなんか連続技食らってダウンした時は起き上がりのリバサでマックス発動をすると、まあピオリはしなくなるかなと。なるほどね、それ切り返しもできると。いや相当厳しそうだな、これどうすんだろう。まあ本当に、それがし君がね、ここ1年半ですか、味方に染まりきりました ね。なんか昔はそんなんじゃなかったと思うんですけど、そう、もう本当もうね、往年のガロボーさん、あはははは、一言きついって、おじさんから。本当ね、こいつそういうとこあるんですよ、欲しがるんですよ、すぐに。ただ信長も一応、そう、このゲーム一応、あれなんですよ、確か2キャラを除いて、まあ即死があるゲームらしいんですけど、まあ信長にも一応あるんで、はいはい、ワンチャンあれば信長もなんですけど、難易度が霞に比べてやっぱ信長の方が断然高いので、まあ、そこはやり込みを今すごいね、残影剣で対決しました。あ、今のいいですね、はい、あ、これもアート、あ、起き上がりを、あ、これは駒投げですね。これは駒投げガードしないですか。そうですね、このゲーム置き攻め重視のテクニックにマックス発動と、あとボタン離しで駒投げが
結構重要。もう一押し込みからのがあるんだ。そして決めていったのはボム。いや結構危ないとこでしたね。危ない。それがなかなかしないんですけどね。次はフェアの追っかけと秀樹。はい、追っかけと秀樹。秀樹さんはね、先ほどやはりこのゲーム初めてやったのか、サスケのことを僕に聞いてきたんですけど、まあサスケはちょっと、まあ、難しいんですよね。基本は小足から竜巻とか、まあ、そういう簡単な連続技もあるんですけど、相手がしゃがんでると当たんないとか、まあいろいろあるんで、まあ、で僕がやってた A パワーちょっとまあ難しいんで、さすがに。あ、なるほどね。初めてやるのはなかなか厳しい。まあ、どういう風にしたいかでね、まあ、キャラ的に好きだとか言ったら、まあ、それだったらまあしょうがないですけど、まあ、ただ、加藤昇竜を例えばしたいってなったら、やっぱりこのフェアのおかげさんが使ってるランマーとか、まあ、かかみのがおすすめ。この性能がね、ちょっとかなりいいんで、おー、これですね、ほんと、飛ばして強パンチ。ただ今ランマルは、まあ、そうですね、早押しとか竜巻キックとかで相手の対空のタイミングをなんとかずらして1回ダウンを取れば、武器を出してれば昇竜がないんで、ランマルは。そうだね、一度転がしてジャンプ強キックでまとわりついてまた転がして、あ、そうですね、こういうのが当たったらジャンプ強キック重ねて、あ、うまいよ。あ、いけるか、いける、若さでいけるのか、なんとかこすって、あ、これは念のためなのかな、昇竜ができるように武器をランマルワがしまいましたね。こうなるとさすがにきつい。いやー、念のサインや、これは。あ、武器しまってるから、これはもう昇竜で、そうですね、あっと同じなんかな、おかしい、なんでも昇竜おじさん、これは、これはさすがに踏んでしまう。思ったよりでかいんでね、あの飛び道具がね。そうね、結構判定でかいね。開始。そうですね、ランパルは離れて戦ってほしい、近寄っても、まあこれ、そうですね、途中の中段、ちゃんと今立ってたんですけど、ガードしたからといって、特に何があるわけでもないという、この、まあこれは厳しい、さすがに。もう適当に下段キックを混ぜてやってたね、今ね。本当にもう。オリカを決めたね。次が、俺と周平さんかな。はいよ、周平、慎吾。さあ、ここ指定対決なのか。じゃあ、あの通風おじさんまたやりますか。いくら大好きおじさん、どうも、いくら大好きおじさん食べ行こう、本当死ぬってボム死ねって言われ続けたおじさん。そうですね、そろそろ本当に死ぬ方がいいのかなと思い始めてしたんですけどね。まあいいや。で、周平さんの方と慎吾さんの、慎吾さん本キャラでサスケ、サスケ、慎吾さんが本キャラだったんで自分もメインにしました。あ、なるほどね。どうしようかなと思いつつ、そうこの慎吾さんはね、一人用結構やってるからね、いざという気を食べる。そうなんですよ、いざというルックを読み込んでるんですよね、ものすごく。もうあのスコアランキング全部 D3D にするって言ってた。すげえ一個だけ ADK だったんで、もう一個の方の基盤がそうなってるんです。あ、うまい。この鳳凰の普通の通常投げが追撃可能の通常投げで、うん、今上に氷投げてパンチで追い打ちしたんですよね。はいはいはい、あれですね。あ、バレちゃった。しっかりとハンカー決めていく。まあでもかなりいい勝負ですね。開始。さあ、周辺側も最近やり込んでいて、かなり基本はしっかりしているということで、バス入ったら危ないから。このゲームどこから速射するか俺もよく分かんないぐらいあるからね。このゲーム基本みんなあのすげえ速い中段を持っていて、はいはい、でそこからあの それをしゃがみで食らうとよろけて、でフルコンボ入って死んじゃうみたいなゲームなんですよ。なるほど、やっぱそうなんだね。そういう印象あるもん、うん、なので、ね、下段から火力出るキャラそんなにないんで、まあ、基本じゃ立てた方がまだ生きていられるかなっていう。ポーッと踏んでいく。さあ、いきいき第3戦開始。どうなんだこれは。一応この方も飛び道具があの下がってますよね、下段と上下段、下段があるって言ってたね。あっと、これ中今のは中段でよろけさせてから下段の安定のコンボです。お、空中投げだ。減らない投げが強いんですよ、結構このゲーム。さあ、進路追い詰められた。やれるのか、横下にガードしたか。
はい、あーめくり入ってしまう。これは潜在一部のチャンス逃したくはない。どうなる？行かなかったですね。はい、行かなかった。そして多分途中でビビったんですかね、ちょっと慎吾さん。永久行ってれば安定で決めた。安定で決めてもあミスったのか。ミスったのか。なるほどね。安定させてもう一回裏行ったのかと思ったけど、さあその判断ちょっとねコンボ精度で打ってしまった。勝ったのは周平。じゃあ準決勝第2試合ですね。ボム対秀樹。あ、ごめん。あ、フェアの追っかけか。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。いや、ミスったミスった。ちょっとね、コンボをミスってしまったので、ダウンをとりあえず取るルートに変えたものの、結局負けみたいな。まあ、難しいよね、やっぱその辺のね、コンボはね。そうですね、あれ、途中で同時押しが2回入る上に、ちょっと歩かなきゃいけないコンボとかなんで、まあ、ちょっと練習不足でしたね。ちょっと周平さんは後で後合でちゃんと分からすとこかと思います、ね、分からせるしかない。あそこでワンチャンあったあった感じだったね。惜しかった、失敗しましたね。さあ、こちらは同士ですかね、ワンピガフェアの追っかけのランバル、そして次がボムの信長。あこれ信長は相当飛び道具に引っかかりやすいんですが、中段よくあやっぱでかいからね。さあどっちかな、下段ですね、これ中段から。あこれはエーパーとかに行けるルート。エーパーというかまあよろけてしまったものの、結局突進技じゃないと距離が足りないので、そして安定の、まあ、近距離が届く間合いとかだったらもうちょっと面白いルートはいけるんですけど、あこれはまずい。武器がない状態でスタートしてる。さあでもぶっちゃけ信長はどちらかというとやっぱりその体がでかいと先ほども言った通り守り側が弱いんで、まあ部屋の追っかけさんは結構対応型で下がるんですけど、本当はどっちかというと今みたいに前に出て無理やりごちゃごちゃした方がまだ勝機はちょっとあるんじゃないかなと僕は思うんですが、あこれ信長の独特の起き上がり方ですね今のは。あちょっとふわっと起き上がる。あのこのゲーム一応移動機があって、はいはいはい、後ろに入れてボタンを押しっぱなしにしとくと、うんうん、まあ後ろに後転してから起きるんですけど、信長はそれがなくって、はいはいはい、まあ上入れっぱだと今のジャンプが、なるほどね。でジャンプ攻撃は出るんですけど、まあ空中ガードもないんで、その起き上がりをやると普通に空中の相手を捕らえられてしまうから、それ昇竜仕込まれてると終わっちゃうんですけど、なるほどね。勝ったのはボム。いやもう決勝いいね、コアッパガと決勝は周平さんと、はい、周平対ボム。さあ優勝何やってんの決勝。さあね、まあ、どちらかというとクジャク王的な方が正義の味方感はあるんですがまあボムさん、え、ごめんね、ボムさん多分俺と決勝当たることを想定してやったんでしょうけど、まあ、シュウさん強かったんで普通に、まあ強かったね、普通に負けましたね、まあ、新旧のね、やり込み勢対決ということで忍者マスターズ決勝戦始めたいと思います。ワンピがシュウヘイ、そしてツピガはボム。さあこれね、先ほども言ったように信長は守りが薄いんですけど、フォーもどちらかというと守るタイプの方なので、まあ結構じっくりした感じになるかも。信長が結構突っ込んでいく展開になるかなみたいな。いわゆる相性的な話だとどうなるの、キャラ的に。いやこの組み合わせ僕やったことがないんですよ、ね、あんまりわからないけど、まあ、でも信長の方がいやさすってワンチャン力高いから。あそうですね、あの方はあのサマーなんで、あの必殺技、うんうん、めくりとかに関してはまあ下げ飛びでもしない限りは裏でも結構落ちちゃうんで、置き攻めに関しては拒否能力は意外と高い。あとやっとここは捉えてきた。おこれ周辺があるんじゃない。周辺あるよ、優勝リーチ。周辺いけるのか。終わったら後で俺と10先ね、やんねーよみたいなマジでね打ってでいいよ、やりかねない。オージャスのあれが許されるならどんな銃先も許される、あるかもしれないみたいな。あ、これうまい。あれもまあ秒針に繋がらなかった。いや、ちょっと待ってください。お、立ってた。やる、アルミドルキック長いんですよね。長いね、あれね。そして発動、これでピオリはしないが、何、そして空中くらいやったな。あ、中段が中段、ここはジャンプ強で行った、おいしい。さあかなり危ないね、やばいな、これは。まあ、勝った方が優勝だ、こちら最終ラウンドだけど、まあ、信長はちょっとパワーがないんで、今度一度ダウンしちゃうと、さっきみたいな発動での置き攻め拒否はできない。あそうね、今、ゲージがなくなっちゃってるから、もうちょっとこれは慎重な立ち回りが必要かなと。あでも、かなり
まあ、リーチの長さを生かして垂直ジャンプ、逃げジャンプ、ガード潜りはしない。お、うまいですね、空ダグ。あ、これは踏んじゃうぞ。あっと、どうなる。こっちね、そこから中段と下段のタクを、あ、危ない危ない。あー、ボム非常にこれクレバーな立ち回り。今の信長の突進技はもうどこで止まるかとかちょっと多分知らないんでしょう。あ、これはこれで追い打ちからの、これ最後何で決めようかなみたいなこと考えてるんですけど、あえてのローダイ。勝ったのはボム、優勝おめでとう。いや、強い。うわ、なんか見せびらかしてる、ビローンって。ありがとうございます。じゃあ優勝インタビューしましょうかね。はい、なんか、はい、いくら大好きおじさんで、ね、はい、久しぶりです。はいはい、はい、ね、いくらすげえ好きまあいいや、好きは好きなんだもんね。まあいいや、はいはい、多分かなり、ね、優勝しました。関東でもかなりいくら好きな部類かなって。あ、そこそこは広げるんだ。そうです。あ、ごめん、もう広げないです。はいはいはい、はい、あ、で、ね、なんかね、うん、優勝できました。ありがとうございます。周平君も強かったね。そう、周平さんずっと最近やってくれてて、ね、で一緒に対戦してたんですけど、ね、すごいストイックなんですよ。やる頃には手を抜かないでくださいって言われて、意味がないんでって言われて。感動しちゃって全力でやりましたよ。僕面白い。あまりの感動っぷりに。そうですね。わかった、オラ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 とか。はえーみたいな。今月まだお金大丈夫みたいな感じで。まあでもその結果がね、あそこまで仕上げて決勝まで来たということで。そうですね。本当にいい動きだったね。強いです。うん。結構ね。うん、ここにまあムック置いてあるんですけど、はいはいはい、ムック読むといろいろ分かって、はいはい、意外とこのゲーム遊べるなっていうのが分かると思うんで、うん、興味あったらちょっとその本を読んでみるのがおすすめかな、これね、まあ、実際のね、さっきちらっと解説でもね、あったけども、各キャラごとにあのコンボルートがね、違うんでね、あの、なんていうの、チェーンコンボみたいなのが違うということで、そうそうそう、なんか開発の人曰く、うん、なんかギリギリでつけたシステムらしくて、何のチェックもしてなかったからこうなったみたいな話はちらっと聞いたことありますけどね。なるほど。本当かどうかはちょっとよくわからないですけど、まあね、いわゆるジャクジャクチューチューみたいな、ああいうんじゃないからね。そうなんですよね、うん、その辺がまた個性があって、うん、覚えることが多い反面、覚えるとね、いろんなキャラごとに動かせて面白いということで、独特の駆け引きがあるんで、うんうん、まあ一回だったら死ぬんですけどね。そうね、うん、まあね、このゲームはあのミカドでも実は常設されてて、そうなんですよ、動いてんだよね。遊ぼうと思えばいつでも遊べちゃうんだぜ。そうそうで、まあボムさん、シンゴさん、あとはまあチキンとかもね、かなりこのゲーム優秀者なので、何かあったら聞いてくれれば。そうですね、って感じなので、実はいつでも始められるということで、はい、はい、聞いてもらえれば、ま、いくらでも、はい、教えられますよ。じゃあまたね、忍者マスターズ世界大会までやり続けていくということで。本当に同時に言ったけど、まあ、またね、大会やることもあると思うので、うん、ぜひね、これ見て面白いと思った方は遊んでいただければなぁなんて思ってます。はい、はい、大丈夫、なんか宣伝する、大丈夫、なん、宣伝、なんかいくらおごってとか言う。いや、勘弁してほしいですはい、ということで、優勝したバムさんでした、はい、おめでとう。ありがとうございます。いや、強かった。はい、そんなこんなで、ニンマス大会久々ですけどもね、優勝はボムさんということで強かったですね。このゲームね、あの先ほども言いましたけど、基本的にはずっと常設されているゲームなので、よかったら遊んでみてくださいということです。はい、今日は日曜日で、明日の大会ですけども、なんだ、バーチャルファイター 3TV 初中級大会が明日予定されてますね。あの豚肉トマトさんが優勝するまで初中級大会定期的にやっていく予定ですので、もしね、この間の世界大会見て面白いかなと思った方とか、ぜひ参加していただければと思います。はい、まあ、あの有識者の人もいます。じゃあ、誰か来てくれるんだ、リカちゃんとかあの辺かな。はい、ということで、まあ、じゃあ明日の大会もまたお楽しみということで、はい、では日曜日ニンマス大会でした。ありがとうございました。どうもー。